配置順番は、ほぼほぼないですが、最後に近接、英雄ズニルを配置すればいいと思います。みんな、いやー！さあ、あなた裁くのは私。あなた裁くのは、あなた裁くのは私。すべての白娘に廃棄マイナス4を装備。英雄ズニルにはケラウノス。長浜城にはアダマントマグナを装備。あなた、先生のお手本をお見せします。このステージは遠距離攻撃を持ってる。敵キャラ、白娘が多いので、同士打ちで倒します。攻撃対象になっていないラピュータも倒せます。殺していいわ。学びやこそ聖域なり。巨大化の順番。1、英雄ズニル。2、長浜城。3、近衛八幡城。以上になります。以下、接近してくる白娘には、足利学校契約で、デバフで倒し、遠くにいる敵は岩戸の山城契約と、足利学校契約の、デバフで対処します。全校全大宮アキンドの意地長やれやれやれ先生のお手本をお見せしますオーミアキンドの意地見せちゃおうやれやれやれ学びやこそ聖域先生のあなた誰に刃を向けてオーミアキちゃおうやれやれやれで誰先生のお手本をお見せします全校全校それそれ先生のお手本をお見せしますは苦しまずに、は苦しまずに、は苦しまずに行かせ、は苦しまずに行かせてあげるから、あなた、誰に刃を向けているか、は、全校で、先生のお手本をお見せします。悪い子には、地獄に叩き落としてあげる。先生のお手本をお見せします。ガルム、殺していいわ。みんな、よく頑張ったわね。あとで一人。チャンネル登録、高評価もお願いします。